アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。第1ラウンドのゴングが鳴らされています。赤基調のトランクス、国士会館梨野裕二対する黒基調のトランクスがチームドラゴン堤大輔の一戦です。おなじみの K-1 ルール、3分3ラウンド延長1ラウンド制。さあ、解説は格闘技ウェブマガジン GBR 中村拓海さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 70kg リミットの一戦となりましたが、空手ベースの梨野対するタフさ粘り新庄の堤の一戦ですね。そうですね、2人ともサウスポーに構える選手で、今回サウスポー対サウスポーというところで、どういう戦略、どういう引き出しがあって試合するのかっていうのが勝負の鍵になるんじゃないですかね。そんな中、左側に回っていく右のパンチもボディに鋭く伸ばしていったのが梨野。堤を中心にして回るというスタンスですね。そうですね、梨野選手、すごく右のジャブ、パンチが伸びるので、これを起点に試合を作っていこうとしてるんじゃないですかね。なるほど。さらに左のストレートを思い切って踏み込んでいきます。さあ、共に今体をほぐしたような動きがあってから、梨野がローキックからパンチ、昨年台頭しましたね。そうですね、本当にクラッシュの70キロを盛り上げたのはこの梨野選手と言っても過言ではなかったですからね。はい、山内雄太郎戦、ショッキングともいえる KO 勝利がありました。そして8月には佐藤義弘戦ですね、そこからの仕切り直しの一戦になります。そうですね、本当にどの試合も激しい試合で、梨野選手の評価を上げた試合ばっかりだと思うので、まあ今年の活躍にこの試合をつなげたいところでしょうね。やっぱり70キロ級のトーナメントが完全に頭にあるでしょうね。そうですね、まあ、そこにつなげる試合をしたいところでしょうね。左ハイキック、パンチのモーションから梨野が最初のダウンを奪っています。いや、今も距離は取れていたかなと思えたんですけれどもね。梨野選手から右のパンチで追いかけて、その流れでそのままハイキック蹴りましたね。これがあります。さらにパンチの連打、右をかぶせるように放ちます。赤のグローブ、梨野。さあ、堤の方はここからエンジンがかかるかというところかもしれませんね。そうですね、ちょっとこのラウンドにダウン取られたのはポイント的には痛いと思うので、ここからどれだけ圧力かけて前に出て挽回できるかだと思います。変わらず前に出る圧力をかけるのが堤ですが、パンチ、ワンツースリーのラッシュ、梨野。残り時間10秒を切っています。ここで右のパンチ、左ストレートを伸ばしていったところ、膝を打ち込んでいった堤。ここで第1ラウンドが終了しています。選手も右側にいましたね。まあ70キロの試合ということで、K-1 で活躍している選手たちもやっぱ気になる試合なんじゃないですかね。ダウンを奪った梨野にプロ2戦目初黒星を味わわせたのが長嶋選手ということになります。常にリベンジを掲げていますよね。ロープに詰められても冷静です。さあ、堤、強いミドルキックからどう逆襲するかで。そうですね、やっぱり堤選手としてはもっとどんどん前に出て、細かく手数を出したいですよね。ちょっと梨野選手の右のパンチに止められてしまっているので、これなんとかしたいところだとは思うんですけどね。ちょっとこのパンチの精度がやっぱ高いですね、梨野選手は。そうですね、そこを膝から入って堤がなんとかしようとしています。それが見えてきます。さあ、堤は9月の石黒達也戦で4連敗を脱出しました。あれもメンタル面でもハードな一戦だったと思いますけれどもね。堤選手の今までなかったこう激しい部分が見れた、すごくいい試合でしたよね。競り合いにもなりました。さあパンチの打ち合い、今左ストレート良かったですね、堤選手は。逆に左右、さらに右、名城打ち合いの中で今度はパンチでダウンを奪っています。いや、堤選手の左のパンチが当たってちょっと名城選手効いたのかなと思ったんですけど、そこで打ち合って逆にダウン取りましたね。あそこで引かないのがまた気持ちの強さも感じさせますよね。こういうところが本当に強い選手がみんな持ってることなんですよね。さらにアッパー、そうですね、そうした精神的な強さもう完全に会得している。いや、空手時代から持っていたかな、白見どころのある打ち合いです。同じようにパンチを返してるんですけども、やっぱりパンチの回転の速さは名城選手の方が速いですね。そして中村さん、先ほど言葉がありました、精度が高い、左右、そんなに2人ともこうリーチに差があるとは思わないんですけども、名城選手の方がパンチが伸びるんで、すごく離れたところから攻撃が当たってますよね。そうですね、名城168センチ、堤が172センチ、身長差は4センチですが、ここも膝で入るところ、右アッパー、左ストレート。名城が一気に前に出てくる。あとやっぱり右の合わせですよね。ちょうど堤選手が来るところに右フック、右のジャブでパンチを先に当ててるので、これが全て突破口になってますね。でその力があるというのが名城のまた一つセールスポイントでしょうね。右ハイ堤、これも自ら距離を潰すように出ていきます。名城が下がりません。バックブロー、この中間距離の中で第2ラウンドが終了しています。さあ堤、前田健作代表から檄を飛ばされています。ロープをバチンと叩いた。70kg リミットの戦い、赤名城対青いグローブ堤の戦い。堤がビハインド、2回のダウンを奪われています。いや、しかし中村さん、この右がうるさいですね、名城の右。そうですね、本当にこうノーモーションで速射砲のようにバン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 飛んでいきますよね。バックブロー、堤がやり返そうとします。肘が当たってしまうといけません。さあ最初の30秒が過ぎました。最終第3ラウンド、これもでも名城が左ストレートから右、守るという戦いではないですね。ダウンが宣告されています。この打ち合い、これも名城ペースになりました。ちょっと堤選手苦しい展開になってきましたね。今の段階で突破口を見出すとしたら堤は何でしょうね。いや、もう本当にちょっと距離を取ってしまうとパンチを合わされてしまうんで、前に出たいとは思うんですけどね。右ハイ、組みつきはいけません。あとまた堤選手は結構そのサウスポーで左の蹴りをうまく使ってサウスポーの利点を使った試合が多かったんで、ちょっと対サウスポーっていうのはちょっとやりにくいんじゃないですかね。やはりそれがありますか。左の蹴りがほとんど出てないですから、そういうやりにくさっていうのも感じてるんだと思います。いい時の堤、膝はもちろんですけれども、そのミドルキックもありますね。ローキックもほとんど出せません。パンチを放つのみ。今ここで左の蹴りが出ていますが、右のパンチは名城、左の追撃、必ずまたワンツーであります。名城選手、あんまりこう体にこう力みがないんで、パンチはこう伸びますよね。そうですね、ここも左右、ダウンではありませんが堤がだいぶ苦しくなっています。リードジャブ、青コーナーからは123という声が飛んでいますが、1もしくは2のまたこの右のパンチが、そこで右リードジャブ、真代の攻撃。さあ堤に残されたあと25秒という試合展開。パンチはかわしながらの真代なんですね。ここでもう一個堤選手出たいんですけどね、はい、今右のミドルが出ました。でもどうだ、時を阻止となってしまうか。前蹴りにも左のパンチは真代。体勢が崩れる堤、右左、最後も連打を打ち込みました真代裕司。この打ち合いの中にもだいぶ今手応えがあったようですね。また最後また真っ向勝負して打ち合いましたね。いやー、もうポイントをそのままキープしてという戦い方ではまたなかった。堤も打ち合いました。終始苦しんだという展開で3つのダウンを奪われましたね。ちょっと地力の差が出た試合になったかもしれないですね。そうですか。さあ中央に集まって判定の発表です。ジャッジは30対22赤真代、ジャッジ友竹30対24赤真代。お聞きの通り、ダウンのその数ですね、そのまま判定となりました、3対0。